らっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そこのおっさん、お仕置きの時間だぜ。しつこいやつだ。
すまなかった。お金
ちゃん。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お兄さん発見、逃げたらいかんばい。あれよかね、またんか。舐めたらいかんばい。暇じゃないんだ。
してくれんね。やり残したことがあったら今のうちに済ませとき。それとももう不当に行くとね。鈴木さん、気をつけて無事に帰ってくるとよ。はい、ありがとうございます。クソったれはどこや。おじけづいて逃げたとや。お前たちごとき連中、代行が手を出すまでもない。なんや、お前も喧嘩するんとちゃうんか兄弟。まさか。喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。もったいな。喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助太刀せえっちゅうんやないんかい。ま、もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。あの人。さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ、時間だ。始めようか。あなたはこの喧嘩、俺が引き受ける。四代目。それは昔の話だ。今は流すタクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか四代目、登場会に協力するためにわざわざ。なんと俺を言っていいのか。ああ、協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。青山、どうせ斑目組長あたりに泣きつかれたんでしょ。山笠組を助けてくれって。斑目はまだ生きている。お前は山笠組を潰し損ねたんだ。
まったくあなたって人はどこまでお人よしなんだか。マダラメは殺し損ねたんじゃない。初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよ。なんだと。あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか。もし本気で殺すつもりならあんな中途半端な手は使わない。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ。私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんです。それに今マダラメに死んでもらっては都合が悪い。堂島会長の行方が分かるまではね。なんだと。マダラメは堂島会長とつながっている。堂島会長をおびき出すには格好の素材ですから。お前マダラメを使って大吾を誘い出す気か。我々としては一刻も早く堂島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあそれじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか四代目。その前に一つ聞いておきたい。何でしょう。この喧嘩俺が一人でお前ら全てを始末したら組同士の戦争にはならねえよな。あ、おっしゃってる言葉の意味が分かりませんが。言葉通りの意味だ。俺が一人でお前ら全員倒したらそれは片木とヤクザのただの喧嘩、組同士の争いにはならない。そうだよな。バカな、何を言ってるんだ。桐生さん、八幡、お前は引っ込んでろ。こいつら全員俺がぶん殴る。待って、言っただろ、山笠組は解散させないって。何よバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか。何がおかしい。この人数相手に一人って、しかも戦争にはならないだと。そんなわけないだろ。桐生さんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。渡せ。その条件わしが飲む。キルハンが搭乗会のガキ全員倒したら山笠組との戦争にはさせん。渡せ。何を勝手に。七代目近江連合若頭渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか青山の兄弟。よし、それじゃ始め。この喧嘩立ち会い人はこのわしや。何をしてるお前ら。四代目だからといって手加減はいらない。行け。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。
よくこれだけ集めた。
喧嘩はここまでだ。兄弟、何をしてるんだお前。こないな場面で茶が弾かれたら立ち会い人としての顔が立たん。わしの顔に泥塗るつもりはないやろな。くそ、話が違うじゃないか。キリュウを倒したいって言っていたのはお前の方だぞ兄弟。わしはお前の兵隊だ。自分の喧嘩は自分で仕掛けるわ、ボケが。貴様、情けのある男だって。誰に聞いた？それは誰に聞いたかって聞いてんだ。東上会の子さんの。俺はな、そんなに優しい人間じゃねえ。どんなに素性を隠して生きていてもな、中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ俺は。計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ。よく覚えておけ。次はねえぞ。なんで俺なんだよ。どうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。こうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。いい加減にせえ。東上会の頭張るんやったらそない弱気なこと口にすな。これ以上わしをがっかりさせんな。なんとか言えよ兄弟。俺は言われただけなんだ。四代目キリュウさんを引っ張り出せばそれでいいって。なんやと。言われたって誰に。誰に言われたんや。それはあんたの兄弟。おい兄弟。喋りすぎですよ大公。お前は森永。こんな再会は嫌だったんですが、
四代目。お前動かないでください。次は頭を打ち抜きますよ。どういうことなんだお前、最初から大吾を裏切っていたのか。裏切りですか。けなげに働く舎弟を見捨てて一人逃げ出した会長も俺には十分裏切り者に見えますがね。青山に打たれた傷は、あれは芝居だったっていうのか。私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだった。まだらめ組長同様、万一のための装備はできていました。鼻から青山とつながっていたというわけか。でもなぜ青山を殺す必要がある。口の軽い極道たちが悪い。桐生さんにちょっと脅されただけで余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。待て、森永。何ですか。目的を聞かれても答える気はありませんよ。お前の目的なんてどうでもいい。だが一つだけ教えてくれ。相沢はどうした。相沢は人の裏をかけるような男じゃない。お前が大吾を裏切ったということを知れば、奴はどんなことをしてもそのことを俺に知らせたはずだ。答えろ森永。相沢は今どこにいる。本当にあいつは可愛いやつでした。だが知りすぎた。裏の裏までを。まさかお前。犬吠山の山中に埋葬してきました。私自らの手でちゃんとね。森永、貴様。来るなって言っただろうが。うわ。来るな、来るな。あかん、今言ったらあかん。今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんです。そしてあなたにも死んでもらっては困ります。四代目森永。全ての答えは東京にあります。待ってますよ桐生さん。大乱闘から2日、もうお勤めとは見上げた真面目さだな。またあんたか。ずいぶん派手にやらかしたみてえじゃねえか。さあ何のことだかな。俺にまで白切る必要はねえだろう。もう足の傷はいいのか。ほらよ。そういや今朝渡瀬が関西に戻ったみたいだ。やろう、ご丁寧に警察の遺体安置所までやってきて青山の遺体に1000個あげてったそうだ。ったく、自分は青山に利用されたっつうのにおめでたいやつだぜ。
でもまあ、ああいう古いタイプの極道がまだ近江にもいたんだな。ある意味嬉しくなるな。うん。いやいや、自分で言っててなんだが、おかしな話だな。俺にとってやつは一番厄介な存在のはずなのに。ほんとおかしなもんだ。ヤスとそんなに仲がいいのか。バカ言え。長いこと府警のデカやってるとよ、敵とはいえ感情の一つや二つくらい湧いてくるもんさ。あんただって現役の頃、腐れ縁のデカの一人や二人いただろ。俺とやつはそんな感じさ。ああ、そういえば渡瀬のやつ、お前によろしく伝えてくれとデカたちに言ってったとよ。俺に？ああ、近江のケツは自分が吹く、その後東京で白黒つけようってな。行くのかお前？今朝、犬吠山で男の遺体が見つかった。顔が潰されてたこともあって身元はまだ不明だが、男の胸には東城会の大門がついていたそうだ。お前、本当にこのままでいいのか？この肝心の時、頼りの堂島大吾は行方不明のまま、今の東城会を支えられるのはお前しかいないんじゃないのか？行きたい場所があるんだったら乗せてってやる。だがそれ以外、あんたの指図は受けない。俺の行く道は俺が決める。わかった、好きにしろ。だがその前にラジオのニュースくらい聞くんだな。あんたとは短い間かもしれないが、濃い付き合いになりそうだ。じゃあ、繰り返します。昨日未明、札幌市内で発生した発砲殺人事件に関して、北海道警察は今朝、被害者を関東一円を拠点とする広域指定暴力団東城会の幹部組員真島五郎氏であると断定。緊急の会見を開き発表しました。関東最大の暴力団組織東城会の現役幹部組員であった真島五郎氏の死亡という事態を重く見た同警察は、警視庁と連携し事態の全容解明に努める方針を明らかにしました。以上、ニュースでした。さあ、続いては林田さんのお天気コーナーです。林田さん。
すまない、はるか。なんでここやねん。焼肉ならもっとええ店あるやんか。麻布とか六本木とか、それこそこの近辺にも。せやのになんでよりによってこの店なんや。喋ってんとお前も食え。シャバ最後の飯がカムロ町の、それも行きつけの店やなんてほんま惨めになってきたわ。なんで惨めになるんや。ほら早く食わんと焦げてまうで。お姉ちゃんホルモン追加や。はい。最近食欲ないね。特に脂っこい肉は胃が受け付けん。カルビ一枚で白飯一合食っとった時代が懐かしいわ。もうあん頃には戻れんのかの。毎日がギラギラしとったあん頃には。はい、ホルモンです。何アホ抜かしとるんや。ほら食え。なんやこれ、丸焦げやないかい。そのホルモンと同じや。俺もお前も。あ、肉は焼きすぎたら硬なってもて食えたもんやない。せやけどホルモンは違う。焼かれてこそ価値があるんや。あ、焼かれて焼かれて真っ黒なるまで焦げて油落として味磨くんや。おう、うまい。ほんならこれはどうや。え、なんやこれ、生焼けかいな。ペッペッ、食えたもんやない。そうや、生焼けのホルモンくらい食えへんもんはない。あ、もっと焼かれなあかんのや。俺らはいくら着飾っても、いくらええ生活しても、所詮ヤクザ。育ちのええ肉とはちゃう。俺らはホルモンみたいなクズっちゅうことか。そうや、せやから俺らはもっと焼かれなあかんね。焼かれてへんホルモンはただのゴミやからな。ゴミは焼かれて焦げて真っ黒なって、そんで初めて意味がある。極道はそんな当たり前のことも忘れてしもた。だからお前はもう一回勤めに出ると約束したんや、桐生と。東条会をもう一度強するて。そのためやったらあと一年や二年自分役くらいの覚悟はある。兄弟、
俺が戻ってくるまでの間、お前しっかり店守っとけ。あの若い料理長、そばで支えたり。大吾ちゃんのことが。あいつは英雄で持っとる。せやけど今、あいつの周りは生焼けの連中ばっかりや。確かにな。今の登場会は組員の数やったら過去最大の規模になっとるが、その大半は戦争知らへん。肩着崩れの中途半端な連中ばっかりや。今もし近江との戦争でもなってみ、逃げ出すんが正規の山やろな。ヤクザ気取って商売すんのもええ。せやけど金だけで生き残れるほど極道の世界は甘ない。最後は力や。せやからそれまで俺らが支えるんや。それが俺らが今もここにおる理由やからな。せやな。よっしゃ、ほな俺も腹いっぱい食うとくか。あ、はよ食べんと燃えかすになってまうやろが、いくらゴミ言うてもかすになってもうたら意味ないねんで。な、くそ、人がせっかくやる気になったっちゅうのに。おい姉ちゃん、特上ホルモン追加3人前。あ、いや10人前や。はよ持ってけ。くったくった、もうこれ以上入らんわ。でこれからどないすんの。夜にはお迎えが来よる。それまで町ブラブラするわ。そうか、まゆっくりしたらええ。お勤め前最後の一日やからな。やり残すことないよ、しっかり遊んどくんやで。うん。おせや、ほな俺はあそこで待っとるわ。顔出してくれや。見送りさせてもらうで。あそこ、ほら俺とお前の思い出の場所やないか。バッティングセンターのことか。最後に一回くらい遊びに付き合ってくれてもええやんか。な？ああ、わかった。